頃に良い。懐かしいね。もう何十年ぶりなんだろう。え？あ、分かってるって。お兄ちゃんが東京の専門学校に行ったのは今年の春だから、離れ離れになって1年も経ってないって言いたいんでしょ。私はただお兄ちゃんの匂いをスワスワできるの。あ、じゃなくてお兄ちゃんに会えるの、そのくらい楽しみにしてたってことなんだからね。わかる？ああ、妹心を分かってくれないお兄ちゃんで悲しいな。さあほら、上がって上がって。いつまでも玄関で話してたって仕方ないでしょ。うどう、久しぶりの我が家は。懐かしい？懐かしさ感じちゃう？もし居心地が良くなったら、ずーっとここで暮らしたっていいんだよ。お兄ちゃんの部屋もまだちゃんと残ってるんだから。ママがお兄ちゃんの荷物片付けて物置にしようって言ってたけど、私が猛反対して守ってあげたんだからね。もちろん毎日ちゃんとお掃除してるから綺麗なもんだよ。ああ、どうして帰ってきて早々部屋に戻ろうとするの。確かにすぐ使えるようにはなってるけどさ、久しぶりの再会なんだから、可愛い妹ともっとスキンシップ取っていきなさいよ。もしかしてお兄ちゃん、自分の部屋で私とスキンシップ取りたいの？まあせっかちなんだから、私は別にそれでもいいけど。なんちゃってまだ外が明るいんだから、そういうのはダメ。楽しみは後にとっておきましょう。あ、喉乾いてない？さか座ってて、すぐ飲み物出すから。紅茶とコーヒーどっちがいい？うん、分かった、コーヒーだね。さっきも話したけど、私お兄ちゃんが帰ってくるって聞いてすごく楽しみにしてたんだよ。お兄ちゃんも早く私に会いたいって思ってた？なんて聞くまでもないか。だってお兄ちゃん私のこと大好きだもんね。私と会えない東京での生活は、その心を孤独という闇に蝕まれ、枕を濡らす夜が続いてたんでしょ。え、違うの？そんな、私のこと嫌いってこと？違うよね。私お兄ちゃんに嫌われたら生きる意味を失っちゃうもの。危ない危ない。はい、コーヒー入ってよ。どうぞ。暑いから気をつけてね。実はね、今日家にママたちいないんだ。明日にならないと帰ってこないの。だからそれまでは私たち二人きりなんだよね。膝の上に座ってもいいかな？って返事聞く前に座っちゃうけどね。よいしょーっと、お兄ちゃんを間近で確認中。どうしたのお兄ちゃん、そんな怒った顔して。もしかして私重い？どうしよう、最近体重計乗ってなかったから気づかなかったのかも。やっぱり太っちゃったのかな。でも、私だってもう中学生なんだし、成長してるんだから体重が増えるのは当然だって。え、そうじゃない？コーヒー持ってるのに膝に飛び乗ったら危ないだろうって。あはそうだよね。ごめんなさい。じゃあ私ここでじっとしてるから、お兄ちゃんコーヒー飲んでていいよ。あったかいな。お兄ちゃんに包まれてる感じがするよ。でも油断してるとあ眠くなっちゃう。せっ
かくお兄ちゃんと一緒なのに寝ちゃったらもったいないよね。頑張って起きてなくちゃ。膝の上で意識を集中させて起きようとしてると、あれ、なんだろうこの気持ち、なんだか胸が熱くなって頭がほーんと、ねえお兄ちゃん、髪触ってくれない？そんな感じでもっと優しく。あ、あとはね、耳も。あ、それやばいよお兄ちゃん。どうしよう、これ以上されたら私夜まで我慢できなくなっちゃうよ。いっそのこと夜を待つ必要なんてないのかな。きっとないよね。明るくたって愛さえあれば何の問題もないし。 ねえお兄ちゃん、やっぱり全然高い。お昼からでもスキンシップ取りたいな。もしお兄ちゃんさよかったら一緒にお部屋に。もうお兄ちゃん、人が雰囲気作ってる時にお腹鳴らしちゃうなんて。もしかしてお昼食べてないの？もう夕方だよ。そっか、それなら仕方ないな。ここは一つ私が腕を振るうしかないみたいね。何をするのかって？決まってるじゃない、お料理だよ。冷蔵庫の材料で何か作ってあげるね。あ、何その顔、お料理くらいできるんだから昔の私と一緒にしないでよね。レパートリーだって増えたんだよ。何が食べたい？洋食？和食？それとも中華？うん、分かった、洋食ね。そうそう、そうやって素直にリクエストしてくれればいいんだから。美味しいお料理をたっぷり食べさせて、お兄ちゃんが私から離れられないようにしちゃうと。早速取り掛かるから期待して待っててね。